始まりました。ブリトチャンネル。ハロー。タスケです。アモキング。オタコ。ショちゃん。今日はバーベキューしていきましょう。バーベキュー場貸し切り。ただですね、バーベキューに来たのにコンロしかございません。勝手だろう。こうやってやるんだ。確かに。だろ。はい。今日やる企画はバーベキューの道具被ったらバーベキューできません。うわー。鍋やったりとか、この前タコパーとかだと食材がね、かぶったら食べられませんっていうのを今までやってきたの。だけど今回は道具で勝負したいと思います。バーベキューで使うものを2品ずつ買ってきたと思うんですけど、はい、1品でも他の人とかぶった時点でもうバーベキュー参加できません。うわただ突っ立ってるだけ。ここまで来て機材が揃わなかった。そもそもその食材もパワーになるってことですよね。そうだ、そこの駆け引きもあるよね。かぶったらまあ2人喋れないわけじゃないですか。かぶ、はい、った人同士でこの道具のプレゼン大会をして、よかった人はもう救済処置で食べれる。あ、食材はあります。お肉とかバーベキューの道具っていうのはもう箸とか皿とかも全部全部。最悪誰かがトング買ってきてくれてたらもうそれで1枚トングでいいわ。トングでいくしかない。トングでいい。すごいね。お団子さんから発表してください。いきますよ。1つ目、これがないと始まらないでしょ。ライターでございます。最高最高最高。これがなきゃだって火つかないもん。そういうこと。そうですね。そのまま焼かれる。2つ目、これがないとずっとベタベタです。うー、ウェットティッシュ。まあ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 。これがないと口も手も置けないよ。マックス8しか買えないのよ。意外とこれって必要です。てかお皿にもなりますからね。ならねえよ。じゃあ俺行くわ。わあ、これはもうバーベキューの必需品。これじゃかない。おお、サイコロコンビだよ。めっちゃいいっすね。いいでしょ。意外と思いつかないかなと思って。みんな確かに確かに。次これなかったら肉焼けないっしょってことで、あいおお、これなきゃ焼けない。確かにいい感じに揃ってきてる。今のとこ被ってない。今のとこ被ってない。あ、じゃあ次僕行きます。オーケー。僕が持ってきたのはおすみちゃん。おわー、完璧よ。完璧。もうできるやん。もうできる。やめようやん。そしてあと1個、はい、次僕が持ってきたのはじゃじゃん、チャッカマン。やったやった。やった。待って、読んで。いやいやいや、レインボーファイヤー。僕は風に強いターボ式ライター。僕ライターだから。ターボ式ライター。君はレインボーファイヤー。でも箸なくても2本あるから。箸なくても言えますね。確かに。最後はウォーキング。俺か。はい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 、買ってきましたよ。頼むよ。もうお願いします。これがないと始まりません。スミー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 。終わった。ダブルかぶり。ダブルかぶりかぶりやん。かぶりかぶり。もう一個箸箸箸。これはね、俺ね、誰も買ってこないと思って買ってきましたよ。お、頼むよ。アミー、完璧に終わってる。ダブルかぶり。ダブル。なにこれ、史上初じゃん。チャッカマン対決をまずして、はいはい、そうだね。釣り対決して、網対決して。でもそうするしかない。もうその3試合で生き残った人しか来る。恐ろしい。それではチャッカマンプレゼン対決スタート。もうね、もちろんこれ黒くてスタイリッシュ、小さいのに馬力があります。風に強いターボ式ライターって名前なのよ。今日は完璧に風が強いということは完璧におすすめです。はい、いいことは言いましたか。ここ見てください。これこれちっちゃい子供にも安全な機能がこれ備わってるんですよ。これもついてます。しかもそうですね、こっちのが長いんで火危なくないんですよ。こっちのがこれ以外にもいろんな使い方が書いてあるんですよ。だってこれちょっとレンボ怖い。こっちのが安全だと。こっちの長いも安全。あー、いけるよ。じゃあ今の良かった方を俺ら二人がせーので名前を言おう。せーので行きましょうか。せーの、お団子。なんでなんで。絶対こっちじゃないですか。風が強いから。いやマジでそれ、こっちだと風に負けて長いんで消えないっすよ。短いから風に強い感覚もある。逆にね、カウェル決定。うわー、わー、いいな。続いて炭対決。全く一緒だよ。これはもう気持ちの勝負よ。それでは炭対決スタート。だから僕は炭があっても意味がない。僕はそこにライターをかけちゃう。お団子のライターに負けてますから。あとこの炭、やっぱり炭で一番大変なのは火をつけるところ。プリットチャンネル火付け番長といえばもう私。バーベキューで火をつけるのはいつも私の仕事なんですよ。雨の中なんで早く火ついて早く来なきゃいけない。
そんな時にあなた火つけますか？つけます。残り10秒。でも俺だったらすぐつけるよ火。僕だってすぐこう処理できる、処理できる。まあちょっと難しいね。そうだね。はい、はい、OK です。せーの、アゴキング。ちょっと待って、ちょっと待って。終わりました。あそこは抜いてきたもんね。え、今日は食べれません。網プレゼン。雨すごい。全く一緒の網いきます。よーい、スタート。僕はね、さっきも言いましたけど、もうバーベキュー大好きなんです。絶対にこの2つがないとバーベキューできないと思ったんですよ。よく考えてください。炭もかぶって網もかぶる。結局中野のこと何も考えてないからかぶるわけなんですよ。これ見て、これかぶってないの、これ相当でかい。焼かさなくてもライターだけで気合いでいきます。雨ですよ、風吹いてますよ。無理です。着火剤ないと。仲間とのバーベキューしたいからこれを選んで。でも結局網かぶってます。炭もかぶってます。これ炭もかぶってます。やってる。あーきつい。せーの、サスケ。よっしゃ、結局死んだ。やる。ちょっと待ってよ。だってやってるっていうのはのれんでしょ。穴開いちゃってるのれんもや。監獄。監獄ってことは食べれません。最悪やんけ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか足りなくないですか。俺らの罰ゲームだよ。手を引く手。炭入れまーす。炭入れまーす。ほら、私こんなに手黒です。指先だけ黒いです。私考えました。焼いた肉を冷めてる網に乗せてお皿代わりにして、段ボールでお箸作りましょう。もっと着火剤行ってもいいかもね。お箸がもうよろしい。何ですか。どうしました。全然絞り出してないで。どっちもマジでターボに風に強いと思う。あ、すごいすごい。弱い弱い感じ。はい、馬力すごい。力すごい、マジですごい。わかりました。じゃあ網乗っけちゃいます。はい。お前今何してたんだ。携帯にいじってない。いじってない。うわー、うわー、うまそう。わー、いった。あいー、おー、すごい、うまそう。何してるんですか。はい、箸です。ヘラできました。ヘラ押し出ソースです。うわぁ、うまそう。これ何ですか。これ何ですか。いただきます。いただきます。うめぇ。おいしい。苦労して、うまい。だからうまい。ネギ塩焼き。止まり、止まり、よいしょー。倒れる、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 倒れる。埼玉、飛んでる、埼玉。雨やんなんじゃないですか。さっきの一撃だ。持ってってくれた。うわぁ、うまそう。いただきます。火が近いよ。うまい。ずんどこ。うわ、うわ。じゃあ岡本さん、救済処置でさ、バーベキュー、なんだ、バックギャグのお願いします。で、面白かったらもう食べて OK。 はい、はい、いきます。はい、BBQ、 BBQ、 僕のばあちゃん、クイーン、クイーン。頭文字ね。え、すごい顔してます。いきます。セルフ大根おろし。関係ない関係ない。バーベキュー関係なくなっちゃったけど面白いから。翔ちゃん復活。なんでだよ、なんでだよ。バーベキューをあえてすかすという高音クオリティが出ましたから。僕のばあちゃんクイーン、クイーンって落ちた。うん、意味わかんない。やりきり滑りきっていう。やりきり10。いや、時間行き、時間行き。もう一発。そうですね、もう一発見るから。オールジャールでいい。オールジャールでいいから。いきますよ。よう見たら顎長。もうそれで一番つまんないわ。ジュー。いいですよ。はい、ありがとうございます。すごい火も燃やしてくれたんでね。はいはいはい。僕の箸、あ、できました。掴めました、見てください。掴めました。すごい、乗せないで掴んだ。すげえ。うまっ、うめぇ。めっちゃおいしい。俺なしか二人で食べてた時より美味しいかもね。みんな被んなかったらさ、こうやって食べれたわけです、最初から。もっと仲間のことをね、思いながら生活していきましょう。そうですね。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。さよなら。バーベキュー最高。ありがとうございます。学校差し切って24時間耐久鬼ごっと。俺
翔ちゃんもう一個トング持ってきてるかと思ってたわ。マジこれいらない。いや本当そうだよね。生き残ったな団子。